どうも皆さん、おはようございます。ターベール手札の魔法見せつけて害悪竜です。さあ本日なんですが、レプティレスヒュドラっていうね、モンスターとゴブリンドバーグを使いまして、あの華麗なるワンキルをね決めていきたいと思っております。あのゴブリンドバーグの使い道をですね、まあいろいろ、あの私はディスコード開いてるんですが、ディスコードでゴブリンドバーグ研究会ってのがあるんですよ。でそこで、まあ開発したコンボなんだが、ゴブリンドバーグって今弱いんですよ正直。なんでかっていうと、このランク4モンスターがあまりにも弱いので、そのデュエルリンクスだと、まあ、もちろん OCG では強いモンスターいっぱいいるんですけども、これ今弱いんですよリンクス。だからゴブリンドバーグでこれ出していくモンスターは基本的にレベル4以下だったらこれ何でもいいので、なんかエクシズじゃなくて真空した方が強いなってなって、でそこでいろいろ見た結果、このレプティレスヒドラっていうモンスターがこれめっちゃ強いということが判明しまして、これ何かっていうと、このカードがシンクロスタイとして墓地を送られると、フィールドの表側表示モンスターを2体、攻撃力をゼロにできるっていう、すげえ効果持ってるんですこっちも永続的に。でこれ実はマルチマンの効果で自身をあの特殊召喚するよっていう効果もあるんですけど、これね1か2どっちかしか使えないんですよ。だから今までは結構その1番使って特殊召喚してシンクロしたら2使えないみたいなあのことがあったんですけれども、あの展開手段がないっていうね、ことだったんですけども、このゴブリンドバーグが来たことによって、ゴブリンドバーグでレプティレスヒドラを出していくと、6シンクロしながら相手のモンスター の攻撃力を2体ともゼロにできるという。で2対0にしたら何が起きるかっていうと、攻撃力ゼロのモンスターをリリースして出せるモンスターがいるんですよ。それがこのレプティレスバスケっていうモンスターね。これ自分の相手フィールド上の攻撃力ゼロのモンスターを2体リリースすると出せるということで、これねやってることね怪獣なんですよね。その今めちゃくちゃ強いモンスターいっぱいいんじゃん、デュエルリンクスって。あの破壊耐性があるとか、なんかその墓地から持ってくるとか、なんかね、なんだろうな、あの対象に取れないとかいう、まあいろいろモンスターいるんだけども、これリリースしちゃえばめちゃくちゃ強い、関係ないんですよ。要は耐性無視してるんで、リリースはもう怪獣ですから、もうラバゴリムみたいなもんですよね。でそれでいてレプティレスバースキーはさらに相手のフィールド上の表側表示のモンスター1体を破壊するということができるんで、これ3体もしモンスター並んでても両方ゼロにしてこれ出して1体破壊してしまうと相手の盤面全勝できるんですよ。これめっちゃ強いんですよね。このコンボやっていきたい。コンボパーツめっちゃ多くて、めっちゃでもないか、まあ、一応、ゴブリンドバーグ と、レプティレスヒドラ と、レプティレスバースキーっていうこの3枚が揃うと、そのなんかゴールデンコンボみたいなのが完成するんで、これをね今回見せていきたい。で、まあ、全部サーチできるあの黒木森の一、このね最初にレプティレスタートルだったっけな、レプティレスなんか全部サーチできるっていうやつがいるんだけども、破壊されるとあいつ入れてたんですけども、あいつがちょっと弱くて、まあ、全部サーチできるこいつが強いなってなって、今黒木森の一にしてみますと。で、相手のバック超めんどくさいんで、挨拶すると、いいのと、あとは何にもないと本当一瞬で殺されちゃうのでこの環境なので、一応このデモンズチェーンとかフレンドリーファイアとか分断の壁とかで、まあ、お茶を濁していくってね。分断の壁は相手のモンスターの打点をゼロにする可能性があるんで、ワンチャンこれとか出せるし、まあ相性がいいかなというところ。そしてこのデッキもう一切ネクロバレー関係ないんで、ネクロバレーは入れてました一応、これ1枚だけ、まあメタカードのね環境のね、はい。で、あとは6シンクロすればいいんで、この辺の強そうな6シンクロモンスターを出していくと。で、あ1個すごいコンボあんだけど、これ相手が特殊召喚してあったとするんじゃん、モンスターみたい。そしたらこれ両方ゼロにして、スターダストチャージウォーリアで2回殴って終わるっていうデュエルもあるんですよ。これ特殊召喚された相手モンスター全部に攻撃いるんで、そういうね面白いコンボもまあ見せれるかどうか分かんないけどやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、気合の八幕選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル海、うん、まあクリストロンですね。クリストロン今クリストロンなんか一番強いらしいですよ。話によるとあんだけ規制食らってんのにこいつまだ一番強いのがやってね、まあ多分その苦手なデッキがね、結構規制を食らいまして、またクリストロン復活してくるってね、そんな環境となっている模様でございます。なんかクリストロンと今ねなんだっけな、クリストロンと知らないとカラクリがなんか一応今のところのティア1みたいな感じになんか確かなってると思うんですけども、もちろんね高校限定すれば結構そのブラックウィンクス、BF とかね、ああいうのも強いと思うんだけども、クリストロンまた復活してくるのかよ。もう嫌なんだよこいつ、長いから殺せねえしワンキルできねえしよ。こいつはマジで強いんだよな。ターン終了。
やる、これはもうなんか頑張ってあのコンボパーツ揃えるしかないね、基本的には。あのレプテスバース機で分からせるしかない。相手のクリストロンとかって破壊するとその後続がパンパン出てきて全然キル取れないっていうのがあるじゃないですか。だからそのなんだろうな、ワンキル阻止能力というか、その耐久力みたいなやつを除作除去、耐久力みたいなやつをそのレプテスバース機のリリースっていう怪獣みたいな動きをして分からせるしかない。もうそれはもういい、デモンズチェーンとか無効にされるだけやし。はい、でシンステスアタックオッケー、それセットもオッケー。で2体並べて殴ってくれるのはありがたいけど、とりあえずこれ殴ってジェネクスンディネオッケー。ちょっとレプティレスバース機じゃねえや、レプティレスタートル殴って、ちょっと早くサーチさせて。ジェネクスコントロールオッケー、ジェネクスコントローラーもオッケー。ジェネクス1体に一度、そうだね、無効にして破壊する、いや破壊するの強えな、回数の強いんだよな。無効にするとかだけだったらそのデモンズチェーンとかね、あの結構強いんですけど、あの永続なんでね、一回無効にしたところでなんかずっと永続的にこの効果を与えるカードは無効にできないみたいなねことがあるんで、まあ、リオンはいい、そこは。いや6シンクロか、6シンクロ来るか、6シンクロ、まあでも効果は使ったから、あでもサルパプラだから別に何でもいいのか、何でも出せる。コーラドラゴンは強い、コーラルドラゴンは強い。いやデモンズチェーンの対策してきてんじゃねえよお前、デモチェ対策マジやめろや。でそれあ、ちょ前前前、後ろやめて、後ろやめてよ、後ろやめてよ。ちょ殴って、分かった、殴って、殴ってください、お願いします。スモーガーいいです、スモーガーいいです、殴ってください、お願いします、お願いします、殴ってくださいド M かよ、ド M 芸人か、ちょっとお願いします。なんで、おぉちょっと殴ってよ。分断はちょっと強いか、ちょっと分断強いこの感じで。まあでも分断か、分断はまあ結構相手のねキル能力をまあ阻止できてるみたいな、まあ、見方もできるんで、まあ一応まあ強いっちゃ強いけど、強いっちゃ強い、しかも耐性を取ってないし、なんでまあ一応は強いんですけど、とりあえずこのモンスターをちょっとどかしてもらえませんかね。破壊していただけるんですよね、一応コーラドラゴンは結構。それは別にいいんですよ。はい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 、前ね、オッケー。でレプティレスガードナーの効果を発動、このカードが破壊された場合デッキからレプティレスモンスターを手札に加えることができるぞ。さあレプティレスヒュドラだ、レプティレスヒュドラを手札に加えた。さあ殴ってくれ、1500ダメージを受けたら俺は最強のスキルを発動するぞ、戦力補充というなシストバーンオッケー。これ戦力補充じゃなくてディスティルドローでいいんだよね、別に正直何でも持ってくれるディスティルドローの方が強いんだけど、なんか戦力補充使ってあげたいっていうなんか謎のそのまあ、気持ちと、あと上納寺のスキル掘りたいっていう、この上納寺使ってなさすぎて俺全然座ってないのよマジでね。スキル掘りとかいう作業本当にもうやめない、この作業もう、ね、課金させてくれよスキル、マジでめんどいわ。その他のところに時間使うのも嫌なんだよ俺。どっち破壊する、まあどっち破壊しても同じだ、分どっちも分断なのでそんなに関係はないですね。はい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 、 OK です、いいでしょう。分断の壁もう一枚分断ですよと、2500は受けた方がいいか、これいっぱい打って2500だから多分1600下がっても多分両方殴ってくれるはずだから、950はいいです。え、これ両方殴ってからシーステルスしてね。あ、オッケー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 、いいね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 、いいよ、思った通りに動いてくれる、よし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 。でシーステルスして、逃がして分断は、解除、オッケー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 。あとはあ、普通に引いたわ、普通に引いた、オッケー。でゴブリンドバーグ召喚、ゴブリンドバーグの効果をそう手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚できる。さあこれによってレプティレスヒュドラを特殊召喚、そしてレベル4ゴブリンドバーグにレベル2レプティレスヒュドラをチューニング。これは何でもいいな、これは何でもいいが、一応なんかちょっと強そうな動きしとく、ブリューナかコーラドラゴンかしといて戻せるよみたいな、まあ、顔しといた方が一応いいね。でこれで戻しにチェーンして逃げるみたいな、コーラルでもいいか、コーラルワンドローあるし一応コーラルでもいいか、一応コーラルでしょ。でレプティレスとゴブリンドバーグでコーラルして
で、これで、ここでレプティレスヒュドラの効果を発動。ヒュドラモンスター2体を対象にし、その攻撃力をゼロにできる。頼む、逃げないでくれ、逃げないでくれ、頼む、逃げないでくれ、逃げるな、逃げるな、逃げるなよ。よしよしよし、わからせ、はい、わからせまーす。はい、わからせまーす。はい、わからせまーす。はい、強い。はい、最強。これ、ね、相手モンスター2体リリースした時の、レプティレスバースキーの動き、マジで気持ちいい。さあ、お相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。闇遊戯先輩 VS 闇遊戯先輩の対決。さあ、ネクロバレー。なるほど。ネクロバレー来た。墓守、裏セット、セット。なるほど、オッケーオッケーオッケー。で、ドローを、分断デモンズチェーン、ネクロバレー。なるほど。分断デモンズチェーン、ネクロバレー。これ、なんもせずエンドもダメだ、これ。これ、まあ、ネクロバレー貼るとね、相手がなんか、人に融合してくるっていう可能性あるんでね。墓守にネクロバレー1ミリも刺さらないんですけども。さあ、とりあえず、偵察者で、あれですかね。なんかあの、破壊するやつ。なんつったっけ、松江マリク、お兄ちゃん出してくる感じ。あ、そっちか。オッケー。はいはい。あ、ネクロバレーあんのかな。あー、そういうことか。はいはい、オッケー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 。まあ、融合させるくらいだったら別にいいんじゃない。融合させるのは全く問題ない。融合させるのは全く問題がない。ディスティニードロー一回入れよっか。だから、これ殴ってきてくれるかな。1200から殴ってきてくる、来るとめんどくさいね。1200で殴ってきて、分断使って1600。あ、でも大丈夫か。1200で殴って、3000で殴って、あ、そっちから殴ってくれるの。ありがた。クソありがてえわ、それ。じゃあ受けるか。一発受けてディスティニードロー入れよう。で、3000ダメージ受けた、痛い。で、1200はさすがに分断。で、いいですかね。これ分断したらさ、相手ゼロになるよ。強いよな。で、これで相手のザコモンスターの攻撃力をゼロにすることによって、これで、ね、こいつ、レフティレスバースキーの餌にできるっていうね。これを儀式。あー、強い。でもそれは、そんなに痛くないね。そんなに痛くない。まあ、殴ってきて、で、デモンズチェーン打って、攻撃無効にしていく。で、これディスティニードローよ。はい、分からせまーす。はい、私、分からせまーす。そんなサーチはどうでもいいでーす。見てて、皆さん。あのね、本当にやばい動きするから、今から。マジでやばい動きします。このディスティニードローによって、とりあえずまずレフティレスバースキーを効いてきて、で、そしてゴブリンドバーグを攻撃強制召喚。ゴブリンドバーグの効果を発動。レフティレスバースキーを、あ、まあ、バースキーじゃねえ、ヒュドラを特殊召喚。そして、レベル4。ゴブリンドバーグに、レベル2。レプティレスヒュドラをチューニング。これもシンクロ召喚で、これコーラルでいいんじゃないか。現れよ、コーラルドラゴン。そしてレプティレスヒュドラがシンクロ素材になった場合の効果を発動。ヒュドラモンスターの攻撃力を永続的にゼロにすることができる。そして俺はフィールドの攻撃力ゼロのモンスター2体の魂をリリース。現れろ、レプティレスバースキー。そして、レフティレスバースキーの効果、相手のフィールドのモンスターを一体を破壊することができる。バトル、これがレフティレスゴブリッドバグデッキの実力よ。レフティレスバースキー強すぎー。さあ、お相手の方、万丈目純選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。あー、ちょっとドバーグ来すぎなんですよね。ドバーグ、お、何も起きない。あー、なるほど。一応セットしてエンドですかね。さあ、お相手の万丈目純選手、どんなデッキなんでしょうか。これね、黒木森のウィッチがね、そのエクシーサインになるとね、効果発動機合いとかいうサイバードラゴンね。お、かっこいいじゃん。プレミアム、ザイア、え、どういうこと、どういうデッキ、ガーディアンアトス。なんだ、なんだこの石後輩デッキは。新魔獣ガーゼット。